はい、こんにちは、カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日は雑談ということで、僕自身が好酸球性消化管疾患という難病の治療中です。で、そのことをですね、YouTube に動画としてアップしてるんですけれども、まあ日頃こう気をつけてることとか、治療の経過とか、あとはこんなこと失敗しちゃったみたいなことを紹介してるんですけれども、意外とですね、コメントのやり取りする方増えてきたんですね。で、これものすごく嬉しいことで、情報量が少ない、で、症例数が少ないということで、周りに同じ病気の人ってなかなかいないんですよ。なので、あ、これ自分だけ困ってるのかなとか、自分だけこんななのかなって思ってたのが、同じような人がいるっていうのはちょっと心強いんですね。こう、あ、自分だけじゃなかったんだ。例えばこう先日も他の方とやり取りしてたんですけれども、食べるっていうこと自体が怖いんですよ。なので僕自身は今食べているのが、あ、その食事なんですけども、好酸球性消化管疾患ってこう薬で治療がパッとうまくいっていくパターンと、うまくいかないパターンとあるみたいで、僕はうまくいかなかったパターンなんですね。で、その中でじゃあどうやってこう生活面で症状がこうひどくならないようにしたらいいかっていうのを調べていたときに、島根大学だったかな、どこかがですね、入院しながら治療してくれてるところがあるんですよ。で、そこのこう文献っていうか症例を見ていたら、アレルギー除去食をすると、まあ多くの場合症状が緩和してくるっていうことで、僕自身も試してみました。で、その除去する商品っていうのが結構大変で、乳製品、小麦、大豆、ナッツ類、魚介類、あとなんだ、卵か、の6品目を除去ということで、この6品目除去すると、ほぼ食べられるものって、そのコンビニに買い物に行ってもないんですよね。ただ、それをまずしてみないことには、その自分の体っていうか、その病気との付き合い方がわからないということで、まずしてみました。で、そうすると、確かにですね、すごく悪い日が少なくなるんですよ。で、その除去食をずっと続けて、で、その、好酸球、っていうのが原因なので、普段のこう日常生活で僕たちが言ってるアレルギーとはちょっと違って反応が遅いことがあります。なので食べて半日以内とか1日以内に症状が現れる即時型とはちょっと違うので、そのすぐ現れることもあれば 4,5 日後とか、どうかしたら1週間前後してから症状が出てくることがあるんですね。なのでここがものすごく分かりにくいところなので、その食べられる品目を探すときっていうのは、除去食の中から1品目だけ入れて、それが食べて大丈夫かっていうのが、食べてその大丈夫かどうかが分かるまでが時間がかかるので、結局その調べるのに時間がかかるっていうのはあるんですけれども、ただそれをしなければもう前に進まないということで、いろいろ試したんですけども、僕自身大豆は少し大丈夫だった。で、小麦、乳製品、卵はなんか少量だったらいけそうな気がするんですけれども、仕事しながら試すのはちょっと勇気がいるなっていうことで、今は除去したままですもんね。なので今はそのご飯、白米ですねと、その大豆なので豆腐とかはお味噌汁に入れて食べたりするんですけれども、豆乳みたいに濃縮したのをたくさん飲むとやっぱりお腹が疲れて重くなってくるので、その豆乳は今ちょっと控えています。そんな感じで量で症状が出る出ないみたいもあるみたいなので、まあ、濃縮したものっていうのはあまり良くないのかなっていう気がします。だからメインが白米とお肉と、あとですね、すごく助かっているのが、その何だっけな、日本ハムだったかな、みんなの食卓っていうシリーズがあるんですけども、これがアレルギー除去で作ってあるんですよ。なのでこれをメインで食べるようにしています。ただ栄養のバランスそれじゃ悪いんじゃないかっていうことで、その野菜も生野菜を食べると具合が悪くなることが多いので、野菜ジュースで取ったりだとか、あとはその栄養のバランスっていうのは、エレンタールっていうその医療用の栄養剤があるんですけども、それでバランスを取るようにしています。なので採血自体はですね、低血糖が時々油断すると出てくるんですけれども、そのタンパクとかアルブミンとかっていうその血液検査では特に今異常がないんですよね。で、好酸球の値も僕自身あまり高く採血上はならなくて、まあ組織検査ですると生検出すと高いんですけれども、血液検査上は特に大きな問題なくここ数年過ごしています。なので、まあ食事っていうのはすごく重要だなと思いながら、ただ、その食べられるものがない、で、食べること自体が怖い。で、先日もですね、ちょっといただき物があって、まあせっかくだから食べて感想って思って、美味しかったんですよ。美味しかったんですけれども、そのアレルギーフリーの商品ではあったんですが、
アレルギーフリーでもダメなものがあるんですよ。でそれが油なんですね。なのでそれがあのスイーツだったので生クリームがあったんですけども、生クリームで結構アレルギー除去でも油を使ってるんですよね。でなので油類っていうのはその植物油だろうが何だろうがやっぱりダメみたいなので、その油も控えた方がいいのかなっていう気がします。だから油っこいものをたくさん食べるとどうしてもお腹が疲れて、で喉が疲れ始めるとその飲んだり食べたりが辛くなってくる。でリューラっていうんですかね、泡みたいな唾というか痰みたいなのがいっぱい出てくるのですごく不快なんですよね。で僕自身普段薬剤師っていう仕事をしているので、こう薬を説明するときにこう今みたいに喋るんですけれども、喋るのが辛くなってくる、要は仕事ができなくなっちゃうんですね。だからそれは困るので、その初めて食べるものだったりだとか普段食べないものを食べるっていうのはもう僕自身ものすごく怖い。でその症状が出たときはものすごく辛い。でその症状が出てしまうと食べられない、飲めないっていう状態が出てしまうと、その体重がストンと落ちる。で体重が落ちるとその体力が落ちる。で体力が落ちると動けなくなる。で動けなくなると気持ちが弱くなるという、こう悪循環にはまってしまうので、その初めて食べるものだったりっていうのはちょっとやっぱり怖いなという気がしますね。まあ、食べるのが怖いって、その生きていく上でものすごく大きな問題なんですけれども、まあ、ここは上手に付き合う付き合い方を探していくしかないのかなという気がします。だから僕自身今はお薬はあのプレドニンというステロイドは5ミリと、あとタケキャブっていうその、まあ、逆流性食道炎も併発するとめんどくさいので、まあ、予防も兼ねてタケキャブっていうお薬と、あとはモンテルカストっていうお薬が少しこう抗酸球の反応を鈍くするというか、その上がりにくくなるような効果が確かあったと思うので、まあ、こうそのアレルギーのお薬ということでモンテルカストとタリロンっていうお薬は飲んでいます。あとは骨密度がちょっと下がってしまったので、あの骨粗鬆症の薬と、あとは日常生活でそのお腹がこう使えないようにとか、あとストレスがたまるとどうしても症状が悪くなるので、ストレスがたまらないようにということで漢方薬で日常生活を少し補助しながら、で最近ちょっと試しているのがあのエレンタールを作るときに、まあ、フレーバーっていって味付けをするんですけれども、その味付けを2種類フレーバー混ぜてこう味変して飲んだりだとか、あともう一つ試しているのがあの蜂蜜を少し入れることでその低血糖みたいな症状が出にくくなっているような気が僕自身はするので、少し蜂蜜を、まあ、大さじで言ったら1杯とか2杯ぐらいなのかな、そんなにたくさん入れるわけじゃないですけれども、蜂蜜もちょっと試すようにしています。だから最近はですちょっと調子良かったです。ただ食べ物失敗するともう僕自身その生クリームは食べて 4,5 日後に症状がドカンと出たので、その最初分からなかったんですよ。ただ普段食べてないものなんか食べたかなと思い浮かべた時に、あ、食べたっていうので、多分それが原因だろうなと思っているので、まあ実はですね2回目なんですよ生クリーム。なのでアレルギーフリーのものでも生クリームはもうダメなんだろうなと思ってちょっとショックだったんですけれども、まあ一つその自分の体のことが分かったということで、またこれで少しうまく付き合えるといいかなと思っています。もう一つがそのじゃあダメだったからもうじゃあ今後試さないかってなると、そういうわけではなくて、やっぱり体調だったりだとか量にもよると思いますので、少量であれば食べられるっていうものが増える方がやっぱりその日常 QOL って言ってその生活の質は上がるわけですよね。なので、まあ、ちょっとずつまだ調子がいい時に少し食べたりとかっていうのは、あの今後も1回ダメだったものも試してみようかな。でそうしないとダメなものばかり見つかってくるので、食べるものが本当になくなっちゃうんですよ。なので、まあ、ダメなものも少量をまた時間を空けてちょっとずつ試そうかなと思っています。まあ、そんなこんなでね、あの日常生活を送っているので、もしこんな風にしてますよみたいな話があればぜひぜひこう教えていただけると助かりますし、あとはこんな時どうしてますかっていう質問もね、あのもし僕で分かることであればもう隠すことなくどんどん答えようかなと思っているので、聞きにくければですね、それこそあのツイッターとかインスタ の個人でやるとするメッセージがあるので、そんなのでこう突然メッセージいただいても構いませんもんね。そうやってやり取りしている方結構僕自身は多いので、なので YouTube のコメント欄ではちょっと個人情報があったりとか、聞きにくいかこんなこと聞いていいのかなみたいな、こうあると思うんですよ。でそんなのはあの直接あのメッセージで聞いてもらっても全然構いませんので、やっぱり一人でも元気な人が増えてくれると嬉しいなって正直本当に思いますし、その同じ病気で苦しんでいる、もしくは違う病気でも病気で苦しんでいる方っていうのは、その病気が違うだけで同じことで悩んでたりすることが多いわけですよね。だからそういったのでやり取りが増えると、僕自身こう知識の幅が増えると、その僕が助かるっていうのも当然ありますし、こう動画でなるべくこう隠さず発信しているので、他に助かる人も出てくるかもしれないですよね。だからそういったのでこう僕自身は恩送りっていう言葉で表現しているんですけれども、
たくさんの人に助けてもらって、病気もですね、その食道閉塞って言って弁当の唐揚げを食べた時に突然食道が詰まっちゃったんですよ。でもう水も一滴も飲めないっていう状態が2日間続いて、まあ、もう完全に脱水で熱も上がってどうしようもないっていう時に、その今行ってる病院に行ったらですね、もうじゃあ何も食べてないなら胃カメラしましょうということで、カメラした時にその縦状の筋が少し完全に出てたんですよね。普段その逆食であれば輪っか状みたいな形でこう炎症が起こるのが縦状の筋が出てたので、まあ、その縦状の筋イコールまでは言わないですよ、高酸球性食道炎っていうのを知ってる先生だったので助かったんですよ。もうこれ、あ、これ逆食だねみたいな感じで終わってしまったら、もうそこで多分難病に気づかずにずっと苦しんでたんでしょうけれども、まあ、分かったからって苦しみが取れるわけじゃないんですが、そのこれちょっと組織検査しとこうみたいな感じで組織検査してくれたら、もう高酸球ががっつり高くて、で実は先生お腹もですね、ちょっと前からやっぱり意味もなく急に張ることが多いんですよねって話したら、あ、もしかしたらそれも高酸球かもしれないっていうことで、よくその別な日に大腸カメラをして、表面は綺麗だけど必ず組織検査をしてくださいっていう文言を書いてくれてたんですよ。なので表面は本当に綺麗だったんですけども、組織検査するとやっぱり高酸球がその食道よりも、まあ、腸の方が一般的に高く出ることが多いんですけども、かなり高かったんですね。なのでそれで、あ、もう食道も腸も胃も高酸球が高いっていうことが分かったので、難病指定を受けることができたっていうのがありますから、まあ先生との出会いで、その後しっかり見てくれて、でその漢方薬の先生もしっかり見てくれてっていうのをたくさんの人に助けてもらってるんですね。なので苦しい辛い思いもしたし、嫌な人もたくさんいたんですけれども、助けてもらったこともたくさんあるので、その恩返しをしたくても、その助けてくれる人に何か返すっていうことがなかなかできないんですね。なので他の人をじゃあ助けることができたらいいのかななんて思っているので、何かこう見返りを求めてっていうわけでしているわけでは、まあ、YouTube でね、チャンネル登録者数が増えたら正直嬉しいので、それはあるんですけれども、その大きく見返りを求めて何かをしているっていうわけではないので、もう気軽にメッセージいただいて構いませんので、悩んでいること、困っていること、まあ、僕も仕事をしていてちょっと疲れてたりするので、リアルタイムでやり取りだったりだとか、すぐ返信っていうのができないこともありますけれども、なるべくね、1日2日以内には返信したいなと思っていますので、気軽にコメントください。まあ、それが僕自身の勉強にもなりますのでね。ということで、今日は雑談ということで、僕自身の病気についてちょっと話してみました。カズヤの孫でした。ありがとうございます。失礼します。